僕はもともと文学がやりたいということだったんですけども高校の時に学校の勉強をあんまり真面目にしないで本ばっかり読んだり全然別なことばっかり考えてて成績が良くなかったわけですそうすると大学に僕の手だ高校は。 ほとんどはソウル大学行く付属高校ですから文学部に願書を書いてもらえないっていうことでもう僕は学校行かないというふうに考えたんですけども担任先生がみんな大学行くのにお前だけ落語者みたいになったら困るって言ってその美大なら成績がなんとかなる。 願書を校長が書いてくれると思うから美大に行って文学をやればどうかっていうまあその担任先生に説得されて美大に受けて入ったことは入ったんですけども2か月ちょっとしてまあおじが日本に住んでてものすごく既得だというすぐ夏休みだしあの日本に漢方薬でも。 おじさんにっって行ってあげるかってんでそれで僕は言葉も何もわからないんで喜んでって言って日本を見たいばかりにそれでその当時密航船が多かったんでまあ日韓国交はない時代だったんでで日本に来てそれでまあおじさんがここで勉強して帰りなさい韓国で再びまだ戦争が起こったら犬陣するだけだっていうことでそれで。 あのおじさんの言うなりに、えー、まあ文学部に入って今度こそ日本語を習って文学をやろうと思ったけどもやっぱり入ってみたらあいろんな本を写したり一生懸命日本語を学んでるんですけども,もう学んだ言葉ではとても即席には文学はできないということでまあ文学を諦めるしかない。 でその僕は大学行ってる間も、えー、簡単なその水彩とかちょっとしたものを書いて友達のお父さんとか知り合いに売るっていうことが一番アルバイトとして良かったんでそれと同時に日本が塾にも席を置いてそれで在留資格をま得るっていうこともあったし本当に将来自分が絵描きになるっていうようなことは全くなくて趣味として。 まあやっっぱり美術に関わるっていうことは結構あったんです一番大きいのはやっぱのギャラリー新宿というアルバイト先の下に新しい画廊ができてそれ批評家とか当時まあ高松次郎だの長谷川源平のだのそういう人たちをそこで知り合うことになるんですけどもそうすると話を聞いているとすごく面白いしそこでいろんな展覧会を見ると日本画塾に通っているようなそんなものじゃない。 これはすごい新しくて面白いということになってずるずるべったに引き込まれて結果的に自分も気がつけば美術館にまあなってたようなことで68年にその当時近代美術館が京橋にあったんですけどもそこで韓国現代絵画展っていうのがあってそこに誘われて作品を出してもらってそれがちょっと話題になって。 えー、ああこれは俺もちょっといけるかもしれないっていう勇気を得て本格的に美術をまあやるようになったのかなっていうことがまあ道です振り返れば70年代前後っていうのはすごく面白い時代でフランスでは68年5月革命っていうのが起こるし日本では全教徒運動まあ,あのアメリカのヒッピー運動があるという。 これはまあ非常に象徴的なんですけどもその当時のアーティストがやったこともほとんど似てますそのイタリーでアルテ・ポベラというこれは英語に訳すと「プーア・アート」貧しい芸術ということでそれからアメリカの「アートワーク」っていうこれは外に出て大地,大地に出てそこで何事かを行おうというだからいわゆる作るとか描くということをもう放棄しちゃうっていうか認めない。 で従来あるようなことを認めないであるいはそれをぶつけ合ってぶっ壊しちゃうそのようなことで新たな出発点を見つけようといういその時に日本で行ったことが「物は」なんですけども僕は石をたくさん使ったんですけど石だけで鉄板だとかガラスだとかいろいろ産業廃品から自然のものまでそういうものをごちゃごちゃにまでにしながら ぶつけ合ったり離したりりしするだから非常にこれは一見破壊的でありながらも何事かの出来事が起こる最低限の起点その出発点みたいなところがあるわけです。ですからそののはの定義した その当時のことはそのまま持続するもんじゃないんですけども問題提起そのものは非常に重要だったんですがしかしその当時は全く無理解で誤解ばっかりで、えー、僕はまあひどい批判も受けたりしました。60年代後半から今日までガラスを割るようなことを日本欧米を含めてもう4050回やったと思いますけど僕は初めてそれをあのやったのは68年 でそれを正式に展覧会に出したのは69年、えー、夏の、えー、と京都近代美術館で行われた現代美術の童講展というところで,でそれで71年にパリ・ベエンナレの時もまあ大々的にそれをやったりしましたけどもその時には確かに暴力的でした。でもそれがだんだんやってるうちにどうなったかというとですね その最近の割っているのは、ものすごく暴力じゃなくて、綺麗にポエティックに割るという、そういうふうに変わっちゃったんです。僕の中の心境としては、だんだん綺麗に、偶然なのに、それが何か綺麗な秩序というか、自然の一つの、なんか大きな節理みたいな、そういうようなことを望むようなことに変わっていくんですね。だから、同じ衣装を使うにしても、同じ柄を使うにしても。 そのモチーフは同じなのにそれがだんだんと変わっていくというそういう経験をしたしで当時の,その抵抗や暴力だけでは持続しないそれそれ抵抗や暴力を超えてその,その中に流れる秩序感とかあるいは何か現象としての持続性とか普遍性とかそ,のそういうことを考える中に時間の 積み上げがあったのかなというそういうふうに思います絶えずわからない時は70年代に帰って考え直してみるっていうそういう起点を持ったということはすごく僕にとって良かったと思います